こんにちは、パターの塊、中富川谷、食べたたけちゃん、ゆみちゃんです。本日はですね、ちょっと難しいですよ。パターのネック形状とヘッド形状の関係性というのをちょっとお話しようと思います。要は僕とゆみちゃんの関係性にかなり近い話なので、皆さんぜひ見てください。全然関係ない。めちゃくちゃ相性いい。めちゃくちゃ好相性。教えてたけちゃん。はい、今回はですね、パターのネック形状とヘッド形状の関係性というところにね、着目してみようと思います。はい、まあこれかなりマニアックなネタをしようかなと思ったんですけど、まあなぜこんなネタをね解説しようかと思ったんですけど、ちょっと先日お客さんからですね、はい、ちょっと変わった質問を受けたんですね。うん、なんでネオマレット、まあ、ネオマレットどんなのかっていうのは、こういう大型のマレットですね。大型マレット、うんうん。ネオマレットのヘッドにはクランクネックっていうのが少ないの。クランクネックってこういうやつね、こういうやつ、こういうやつ、これね、クランクなんだよね。が少ないんですかっていう質問を受けたんですよね。まあ確かにという話ですね。その方は要はヘッドは大型のモデルが好きなんですけど、ネック形状はやっぱ慣れてるクランクネックがいいと、うん、っていうことなんで、もちろんね、これね、探せばないわけではないんですけど、明らかにまあ選択肢が少ない組み合わせっていうあることは間違いないんですよね。で、まあ、この動画ね、やっぱズワバボールも結構長いじゃないですか。はい、5年、6年ぐらいなの。もう何年かもわからないよ。5年ぐらいかな、なってきたら、まあまあね、この動画見てるね、ザ・ゴールの視聴者の方も結構マニアックな方も多いじゃないですか。うん、で、もしかしたらね、このお客さんと同じようなことをね、思ってる人もいるんじゃないかなと思って、今回ちょっと動画させてもらいました。はい、はい、ついていこう、頑張ります。頑張りましょうね。はい、もうゆみちゃんはね、もうかれこれもう一緒に読んで、もうそれずっと横で聞いてますからね。はい、下ネタしか入ってきてないんです。あ、すごいな。ちゃんとしたやつは左から右で、下ネタはここでストップすればおかしいだろ。はい、まあいいです。まずね、これお答えする前にパターのネック形状っていうのがどんなものがあるかを知ることから、まあ始めなきゃいけないですね。はい、まず最も代表的なのが、さっき名前ができたこれですね、クランクネックですね。クランクネックね、これが一番代表的かなと思いますね。ただ他にどんなのがあるかっていうと、これわかります？シャフトが曲がってるやつ、ベントネックですね。ベントネック、うん、ベントネックとか、あと最近多いやつですね、ごめんね、これショートスラントっていう、こういうちょっとこうピュッ斜め、ちょっと斜めになってるやつね、うん、ショートスラント、まあこの辺が、まあ、まあ他でもあるんですけどね、センターシャフトとかいろいろあるんですけども、うん、とりあえず今回説明するのはその辺で、ね、話しさせてもらおうかなと思います。うん、ではここからはそれぞれのネック形状の特徴を話しますね。ゆみちゃん、じゃあこれ持っとってもらったかもかな。はい、はい、まず、王道のクランクネックですね。これ王道です。まあ、昔はよくあるやつですね。シャフト線上よりヘッドが後方にあることで、ボールを結構ね包み込みやすいイメージがしやすいですね。しやすいと言われてます。あとまたここ一番のポイントは、ネックの重量が重いんですよね。これ要は上側に、クランクネックってことは、このネック側に重量が乗ってます。ということは、ヘッドの重心が高くなるんですよね。うん、重量がこっちに乗ってるわけです、うん、高くなる。ってことは、結局ハンドファーストにインパクトする人に合う形状って言われてます。で、また弧を描くようなストロークっていうのが、まあ、しやすいんですけども、で、しかもハンドファーストに打ちやすいヘッド形状ってなると、もう圧倒的にこのピン型ですね。ピン型っていうのが好相性になってしまうんですよ。だからクランクネックになんでピン型が多いのかっていうと、重心が上がる、でハンドファーストにインパクトしやすい、そして弧を描くストロークがしやすいってなると、このネックにはピン型の相性、まあ要は相性なんですね。ネックとヘッドの相性が抜群にいいってことなんですね。だからさっきの一番初めのお客さんのように、ネオマレットでクランクネックっていうのがないわけではないんですけど、どちらかというとネオマレット、まあこういうやつですね、っていうのは直線的、もちろん直線ってことはないんですけど、まっすぐまっすぐのイメージが出やすい上に、どちらかというと低重心なんですね。重心が低いわけですね。じゃあ低重心のヘッドに高重心のネックっていうのは相性が悪いってことなんです。だから選択肢が少ないと。だからまあ一つはこのネックも含めてヘッドの重量なので、作りにくいって言います。重量をここに持っていく中で、こういう大型ヘッドっては作りにくいっていう理由もあるってことですね。重すぎ。そういうことです。だからヘッド重量が重くなりすぎる。で、どっちにネックの重量もいくし、
低重心にもなるし、何がしたいのみたいになっちゃうんですよ。だから結局打ち消しちゃう。で、ハンドファーストをインパクトするっていうことは、要は後ろが短い方がいいんですよ。これとかをハンドファーストでインパクトしたらこうなる意味がないんですよね。どっちかっていうとこうアッパー系に打つためのものなんで、だから本当にそのネックとのクランクネックとそのネオマレットの相性っていうのが悪いというか、そういうだから少ないっていうふうに思ってください。なるほど、はい、っていうふうにいくと次はベントネックですね。まさにこれなんだそうですね。ベントネック、はい、こちらはネック部分がないです。だからあのクランクの真逆ですね。もうシャフトがそのままヘッドにズボッと刺さっている状態ですね。ネック部分がなく、シャフト自体が曲がっている形状ですね。あの先ほど説明したクランクネックとは逆で、ネックにほとんど重量がないわけですよね、うん、ってことは比較的低重心のヘッド、まあ要するに具体的にはネオマレット形状ですね。要するにこれとかこれもそうです。これネオマレット2ボールですね。2ボール、うん、だから結局大型ヘッドとの相性がいいのがこの、このベントネックってなっちゃうわけですよね、うん、はい。だから、低重心で大型ヘッドとの相性がいいことから打点がばらつくゴルファー向けのネックと言われています。また、クランクとは逆で、あまりさっき言った直線的アークを描かないゴルファーに向いています。こう見ると逆の発想ですね。クランクネック、こう見るとこのベントネックですね、うん、ベントネックにピン型が少ないのもうなずけるんですね。これでピン型ってほぼないんです、うんうん、だからもうそう、要はこのヘッドとこのヘッドは真逆じゃないですか、うん、真逆、うん、ってことはネック形状も真逆なものが相性が良いってことですね。なるほど、っていう風になっちゃうってことです。だから、結構その何気なく形だけって思ってるかもしれないんですけども、うんうんうん、パターってヘッドとネックっていうのは実はすごい関係性があるんですよね、うん、じゃあ次これですね、ショートスラントですね、はい、ショートスラントっていうのは今の2つの中間に位置する形ですね、はい。ネックがないわけではないんですけど短いですよね、うん、短くヘッドがややシャフト後方に位置しますね、ですよね、もちろん、はい。こちらはちょうど中間の大きさであるマレット形状、まあ要するにこういうやつですね、マレット形状っていうのが、相性がいいです、はい。で、レベルからややアッパーにインパクトする人に向きます。ただクランクネック、さっき一番初めに言ったクランクネックとさっき言ったベントネックの中間的なポジションがゆえに、ショートスラントに関してはこういうほらピン型も存在します。ピン型も、あと逆にネオマレットのものも存在します、はい。だからこれはある意味最近、増えてきたのは中間で言うたら万能型ネックなんですね。だからいろんなヘッドをこう選べるというか、そのまあ言うたら中間なんでどっちも移行できるってことですね。ただまあマレットがやっぱ多いのは多いですね、うん、いい意味でありがとう。で最後、これちょっと今日ここにはないんですけど、最近流行りの三角ネック形状ですね、うん、まあね、トラスとか、うん、オデッセも出てますけど、うんうん、でこれはとにかく打点のブレに強いっていうのが特徴です。で結構三角で幅広い面でヘッドを支えることから、とにかくブレにくいという最大のメリットがあります。でこれメリットだけ見るとベントネックに近いんですね。打点のブレに近い、打点のブレに強いってことはベントネックに近いんですけど、この三角形っていうのはあくまでもヘッドとの接点なんですね。接点であって、別にそれが形状っていうわけじゃなくて、あくまでああいう風に接点になってるだけなので、クランク形状のものも多数存在してるんですね。だから三角っていうのは、まあ、三角ネックっていうのが新しいネック形状って言われてますけど、別にあれは形が三角なだけであって、そのヘッドの接地面なだけなんです。だからそれがベントなのかクランクなのかっては関係ないんですね、うん。まあ、ベントはないですけど、クランク形状のものもあります、うん、はい。だからピン型、マレット型、ネオマレット型とヘッドの形状は選びません、三角ネックに関しては、うん。だからその三角ネックは見た目の違和感さえ、なければ、構えた時の違和感がなければ、かなり高性能のパターンと言われてます、うん、はい。だからそのすごい打点のブレにも強いし、クランクネックにも対応できるっていう意味で言うとかなり高性能ですね、うん、はい。あと最近、進化したのは三角の、どうしても三角ネックってことはやっぱりそこに重量が乗っちゃうって、これ重心が上がっちゃうっていう風に、やっぱりなってしまうんですよね、はい。三角のところに重量が乗るってことは当然重心が上がる、さっきのピン型の話で来るのと一緒なんですけども、うんうん、それが、デメリットやっていう人がおったんで、三角の部分の真ん中をカーボンにすることで軽量化を図るという。だからなんていうんですかね、近年は三角部分をカーボン素材にして
1番は軽量化、うん、で同時にインパクト時の衝撃を吸収して心地よい打感とか打音を生み出すので、まあ、そういうのも一緒に良くなっていると、うん、だからあそこをカーボンにするってことはかなり今風になってますね、はい、だからこういった三角ネックっていうのが進化する限りは当面は三角ネックがもうパター市場はリードするかなって僕はずっと思ってるんですね、うん、だから結構高性能な上にこのデメリットも払拭できるように三角部分をカーボンにしてるんですよ最近、うん、だからまあ、はい、何とでもできるんやってなったらやっぱり性能としての評価は非常に高いのでやっぱり打点のブレン強くっていう意味で言うと三角ネックが当面はやっぱり続くかなというふうに思ってますね、うん、だからここの支えてるのがこういう三角だからこっちに当たってもこっちに当たってもブレないここをならないそういうことです、うん、だから結構センターシャフトとかでも出てますしクランクも対応してるしだから結構いろんなことができるのがでもあれは三角ネックっていうのはただ三角の形したただの設置部分なので別にネック形状としての名前ではないと思うんですね、はい、まあこういう見ていくとですね、うん、案外そのパターのネック形状とヘッド形状の関係性に疑問を持つ人って少ないと思うんです、うん、初めに僕に質問してきた方がなんでクランクにネオマレットはないのっていう話も、うん、多分深くはないんですよ、うん、ただなんでそんなのがないのかなって思ってるぐらいなんですけど、うん、実はこうやって考えると結構なした理由があるんですよね重心とか、ねうん、要するにそう重心なんです一番はであとはやっぱりそのネックとの相性ですよね、うんうん、だから重心を高重心にしとるに低重心のヘッドはダメなんですね、うんうん、逆に低重心にしとるのに一緒のこと言うな、はいですね、まあまあでもねこうやって知識を持ってショップのパターコーナーって見よったら、うん、結構今までと違った視点でそのパターを選ぶことができると思うので意外とこういうの頭入れとったら面白いかなと思うんですけど、うん、なかなか今回の話ちょっと難しかったどうでしょうかゆうちゃん理解しましたか 100% のうち7割ぐらい7割ですかまあパーオリツ7割あったので70台出ますから大丈夫です、はい、はい、という感じでまあそんな感じで、まあ、ちょっとねパターコーナーを見て、うん、今の話が、まあ、なんとなく理解できた人は、うんうん、ぼーっとパターでいろんなパターコーナーでたくさん見たらあだからこの形状にはこのヘッド形状なんかっていうのがすごく分かりやすくなると思います、うんうん、ちょっと傾向が見える感じそうですねでもやっぱりそのもちろんただ例外はありますよ例外だから全部今言ったのがあくまでも多数がそうなっとるだけで最近はその例外も出てきてるんで、うんうん、あえてそういうのを試す知った上で試すっていうのも面白いかもしれないですねなるほど、うん、まあぜひねこのちょっと座学になっちゃったんですけど皆さんこれ参考にちょっとパターンをね選んでもらったらもうちょっと面白くなるかなと、はい、思う特にね今回の話はロングパッドに影響する話なんで、うん、やっぱりこういう重心っていうのはロングパッドに影響するショートパッドよりはロングパッドに影響する話なのでロングパッド苦手な人っていうのはそういうことを考えながらパター選んでどうしてもわからんかったら、まあ電話かけてほしくないんでパターフィッティング受けてくれたと思います、はい、じゃあそういうことでバイバイちなみにパターフィッティングは今僕弟子の山本がしてるんで僕はしません今日のことパッツついチャンネル登録高評価でたけちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセスチャンネル登録よろしくお願いします。